高田駅は、長崎県西その郡長洋町高田里にある、九州旅客鉄道長崎本線の駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。長崎方面を向いて、右側に位置する。ホーム有効長は5両分。ホームは、駅舎から階段を上がったところにある。改札口は、北洋大高校側の一箇所しかないが、県道側へ。 地下道でつながっている。JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅で、切符売り場が設置されている。AB 市のキラ停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、717ページ。ISBN 978から4から533029806。 AB 長崎駅事業所 JR 九州サービスサポート2021年11月29日閲覧交通新聞 P1AB 駅体制の見直しについて九州旅客鉄道オリジナルの2021年12月23日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/202112230641 4ニ4 /https:www.jrqq.co.jp/news/ixfiles/a fieldfile202112 23、21万1223駅体制見直し、PDF2021 年12月24日、閲覧。駅情報 JR 九州。2021年12月6日閲覧。長崎県統計年間。2020年9月5日、閲覧令和元年と、受け長屋を交通。2020年9月5日閲覧令和元年と受け長屋交通2 0 2 0年9月5日閲覧駅別乗車人員上位300駅。 九州旅客鉄道2020年9月5日閲覧ありがとうございます。